人が亡くなってしまったのが多いんですよ。17歳の時にね、おふくろが死んだ歌を作っちゃったんですけど、まあ本当に亡くなってからは作ったし、自分が死んじゃう歌も作っちゃったんですけど、このこれから歌うの自分が死んじゃってる歌なんで、昔ゴーストって歌だったんですけど、そんな感じのイメージです。あの恋人を残してね、自分が死んじゃう映画だったんですけど、ドアに、永遠にドアに、私の夢。